男旅シーズン8放送決定。この春から日曜午後1時30分から放送。新企画も始動。あ、翔さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。折り入った話があるんですけども、本気でね、和牛作りにチャレンジできないものかと。その名も肉バカ道。お肉大好き小吉が自ら企画。和牛を極め、自らブランド牛を育てることを目標に、日本の美味しい和牛に出会う旅へ出発。なんなんだこれは。企画には全国各地の和牛を食べ歩き、肉バカという本まで出版した和牛界のレジェンド小池克臣さんも参加。舌の上でふわっと広がりますね。食感がアイスみたいなんですよ。和牛の美味しさの真髄に小吉がガチで挑みます。